はい、どうも皆様こんにちは、グリードです。というわけで今回はですね、コールオブデューティーモダンウォーフェア2のゲームプレイが、キャンペーンのゲームプレイがついに来ましたので、ちょっと今日はね、一緒に見ていこうかなと思います。まあ、海外でよくあるこれ、ウォッチゲーですよ、ウォッチトギャザーですよ、これ。まあ、ゲームに限らず、海外の配信者たちが今よくやってるじゃないですか。なんかトレーラー見て、This is insane, bro! Let's go! みたいな、なんかそんな感じのやつですよ。まあね、見ながら感想とかと新情報とかね、話していこうかなと思います。あとね、動画と全く関係ないんだけど、僕、ツイッターでさ、リフトさんのプロテインがさ、めちゃくちゃうまい。WPI のプロテインめっちゃうまいってツイートしたら、まさかのエドワード加藤さんからね、リプが来て、僕の動画見ててくれたっていうね、すごい嬉しいことがありました。カネキンさんからね、COD、エドワード加藤さん COD やってたよっていうのをね、聞いてたんだけど、いや、まさか動画見てくれてるとは思わなくて、これで僕、カネキンさん、エドワード加藤さん、あと、寺島亮さんも、僕、フォローいただいてて、筋トレ界なら知らない人はいない、このね、3人と、なんかいつか COD とかできたらな、なんて思ってるけど、まあちょっとわかんないですね。まあそんなわけで、早速ね、見ていこうかなと思います。これ皆さんね、4K で見た方がいい。僕の動画多分 4K じゃないんだけど、皆さん本当このリンク貼っとくから、実際にこう動画見に行って、4K で見てください。えぐいからもうすでにえぐいから。映像、グラフィック、水の反射、ね、服についたこの水の反射、僕ね、すごい COD、昔からのね、もうコッド4からやってる COD プレイヤーなんですけど、十何年 COD やってる身なんですけど、キャンペーンはね、最近あんまやってないっていう、最近の作品。昔のね、作品はやってたんだけど。さあ、この嵐の中の潜入ミッションかな？ちょっと画質確認するね。ちゃんと 4K になってるかな？あ、なってますね。大丈夫ですね。さあ、始まりました。ベクターですね。これ多分ベクターだよな。めっちゃ改造されてるけど。で、今回ね、すごい武器のカスタマイズ、まあ、モダンオフェアと継続でね、まあ、カスタマイズの幅がすごいあるっぽい。なんか見た目もね、そう、トレーラーだけでも見た目のその種類が多かったから、モダンオフェアよりも、こう、見た目の改、なんだろう、カスタマイズの幅っていうのが多いのかな。そのモダンオフェアの時点でも、その、例えば AK を AK74 とか U とかクリンコフに変えられたりとか、別の武器にね、見た目を変えられたんだけど、なんかその幅ももしかしたら増えてるのかもしんない。いやー、ね、これさ、もうすでにさ、映像やばいんだけどさ、あ、そうと、リロードのモーションもね、なんかより洗礼されてる感じがするんだよな。で、こうみんなそう、なんでこんな嵐でさ、視認性悪い中、のゲームプレイなんだって思うかもしれないけど、まあ潜入ミッションだからね、そういうシチュエーションの方がいいっていうね、潜入にいいのかもしれないっていう理由が多分一番かもしれないんだけど、コールオブデューティ4のね、最初のミッション、皆さん覚えてますかね、モダンオフェア一作目の潜入ミッション、最初のミッションが、やっぱこういう嵐でのタンカーの潜入ミッションだったから、やっぱそういうオマージュもあんのかな。さあ、今なんか、セミオートに変えた？なんか武器切り替えたね。いや、これさあ、伝わるかな？いや、動画がちょっと伝わんない気がする。やっぱ皆さん実際に 4K で見た方がいいかもしれないけど、この雨の反射、えぐいんよな。そうそう、あとリロード。リロードと、あ、ダッシュの仕方もね。なんか、ちょっとモダンオフェアと違うんだよね。あとスライディングも変更されてます。さあ、これスカ L かな？なんか多分スカ L だと思うんだけど、トレーラーでね、ACR、モダン2にあった ACR か、スカーかって議論されてたんだけど、なんかスカ L っぽいですね。いやー、音はね、やっぱいいですね。モダンオフェアクオリティだね。お、今、このダッシュ。で、スライディング。今見た？今のスライディング。ちょっと戻していい？あ、戻すと怒られちゃうんだけど。この、ダッシュと、このスライディングの仕方。ね。ダッシュが、まあ、なんかこう、武器をちゃんと構えて走るようなモーションで。で、スライディングがこう、モダンオフェアより、これ短いよね、やっぱね。スライディング弱体化されてるよね、これ。今回ね、そのさっきみたいなスライディング、短いスライディングとね、ダイブがあるらしいんだよ。
ダイブはも、あの、BO2 とか、ワールドウォー2にあったね、昔の作品によくあった、ね、やつなんだけど、スライディングとダイブが同時にあるっていうのは今までなかったから、いや、これも、ボタン配置どうなるのかな？ちょっと気になるところですけど。いやー、音とさ、リロードモーション。なんか、モダンフェア2019をより、ね、やっぱ、アップグレードした感じはすごく伝わるよね、なんか、見てて。フラッシュ炊いて。そう、投げ物類もすごくいっぱい増えてるんだよね。なんか、ちょっとね、多いから、一応コメント欄に貼っときます。どういうものが追加されてるか、投げ物類。で、今作は、その、とにかく、モーションがより、戦闘時のモーションが滑らかに、例えばこう、取っ手を掴んだりとか、まあこういう風にこうね、取っ手を掴むとか、まあ、これは普通に開けてるだけなんだけど、まあなんか、こう、建物の端っこを掴みながら撃つとか、なんかそういうモーション系がよりね、戦闘時のモーションが、いろんなことができるようになってる。で、特になんか、ビーグルのモーションがね、なんかすごく増えてるっぽくて、例えば窓の外にリーンしたりとか、まあ車の上によじ登って戦う。まあこれは前もあったかな。まあドアを蹴り飛ばすとか、車のドアを蹴り飛ばすとか、あとね、なんか敵のドライバーを蹴り落とすとかね、タイヤをパンクとか、まあこの辺はかなりウォーゾーンを意識してね、作られてるのかもしれないけどね。まあそういうモーションの追加もいっぱいあるよっていう。あ、そう、これはあれですね、なんか、例えばグランドウォー、大人数のルールと66の昔ながらの小さいマップでのモードもちゃんと分かれてますよっていう。いやー、音、やっぱ銃声がいいのはね、やっぱ撃ってる時のこう楽しさは本当ね、もう第一優先なところありますからね。ショットガンだね。ちょっと僕はね、そこまで武器はガンマニアではないので、その武器の名前とかはあんま言えないんだけどね。ね、今のリロードとかね、いいっすね。いやー、ほんと、力入れてるのはマジでね、伝わる。ダッシュの仕方が変わったのも、ね、よりリアルっぽくなってね、この走り方。一応、タクティカルダッシュもあるのかな？で、これはおなじみのリーンだね。多分、その、モダンオフェアと一緒のやり方のリーンだと思うんだけど。そしてさ、もう、ファーストトレーラーがもう2日経たずにもう2300万再生ぐらいされてて、いや、なんだろうな、こう改めて海外での現代戦とモダンオフェアの人気さを改めて実感しましたね。やっぱりコールオブデューティってその COD4 モダンオフェア、モダンオフェアから世界的にヒットしたから、本当にやっぱりファンがすごい多いと思う。で、やっぱ現代戦はね、ほんと海外ですごい人気だから、ね、力めちゃくちゃ入れてるだろうし、あとね、ウォーゾーン2はすごいやっぱ、ていうかもうみやっぱね、残念ながら、日本から見たら残念ながらかもしれないけど、世界的に見たら多分ね、8割9割ウォーゾーンを期待してるんですよ、みんな。ウォーゾーンを待ってる。おー、急にムービーに入るやんけ。やっぱりね、ほんと、今の FPS のメインはやっぱバトロワなんですよね、バトロワ。バトラーがメイン。で、まあ僕もね、そのやっぱマルチから始めたから、やっぱマルチも好きなんだよね。逆に、これでよ、COD がもしウォーゾーンを出さない、バトロワモードをやってなかったらね、いや、本当に、廃れてた。本当に世界的に廃れてたと思う。もう COD というこのね、ゲームが世界的にもう、本当に終わってたと思うんだよね、ウォーゾーンやってなかったら。やっぱね、早に乗るというか。やっぱそういうの大事、めちゃくちゃやっぱね、大事だったと思う。やっぱ日本はね、どっちかっていうと、ウォーゾーンよりやっぱマルチのファンが多いんだよね。まあ、バトラーはね、他にいろんなゲームは日本でも流行ってるっていうのもあると思うんだけど。でもね、やっぱウォーゾーン2は、本当に、やっぱ新しくこれから始めるっていう人に本当いいと思うんだよね。なんか今のウォーゾーンはやっぱ、結構ね、こう、新規が入りにくいんだよね。UI が分かりにくかったりとか、あと武器バランスとか、その武器がいっぱい持ってないと、アンロックしてないと戦いがきつかったりとか、やっぱり新規は今入りにくいと思うから、そのウォーゾーン2になった、切り替わるタイミングで、やっぱ新規の人たちもちょっと、ね、誘いたいなと思うんですよ、僕。で、だからね、モダンオフェア2が、ウォーゾーン2が出たらね、僕のね、その、
配信イメージとしては、動画はマルチでやって、配信でウォーゾーン2をやるみたいな、いうやり方。やっぱりバトロワっていうのはすごくね、コメントを読める時間がある、コミュニケーション、視聴者さんとコミュニケーションを取れる時間があるから、やっぱりそっちをメインにしたいなっていう気持ちがあって。で、やっぱどうせマルチを配信でやるってなると、やっぱコメント読む暇がないし、で、やっぱ動画向きなんだよね。だから動画でマルチをこうしっかり撮ってね、どんどん解説系ももしかしたら上げてみたいな、プレイ動画いっぱい上げて、で配信でウォーゾーンをね、しんちゃんたちとやるみたいなね、うん、で他の配信者たちも誘いたいみたいな。いや、すげえ言っちゃ悪いよ、これ別にさ、あのさ、コールビューティー公式さんからさ、仕事として依頼されて撮ってる動画じゃないから言っちゃうんだけどさ、完全にコールドウォーとバンガードの力の入れ具合が全然違うクオリティが全然違う、最近の2作と。まあでも、最近の2作、ブラックオプス、コールドウォー、バンガードはね、正直ね、もう2年、ほぼ2年開発で、社内状況とか、あと本当ね、開発状況、めちゃくちゃ悪かった。しっかりと作れる時間もなかったんですよ。スタジオが閉鎖されたりとか、で、あと、突然出る順番が変わったりとかしたから、まあ、すごくね、辛かったと思うんだけど、まあ、今作はしっかりと、ね、3年以上使ってね、開発して、でウォーゾーンの切り替えの時期とすごく力を入れてると思うし、で UI の醜さの、その新規の入りにくさっていうのも、ね、開発者の人はね、理解してくれてるみたいなので、まあそこもね、新規の入りやすさっていうところもすごく期待したいですね、これはね。はい、というわけで、今日は Call of Duty Modern Warfare 2の、ね、ゲームプレイ動画を見てきましたけど、まあね、まだキャンペーンだから、まあ、こっからですよね。マルチが、まあ、どうだろうね、いつ出んのかな。8月、まあ、夏にはベータが始まるから、その前には7月とか来月出るかな、ワンチャン。もしかしたらね、いいね、なんかもう一つのコールオブデューティーというゲームの完成形の一つになりそうな気が僕はしてます。なんかモーションの洗礼さとかね、やっぱモダンオフェアより進化してるし、なんか PS5 とかのね、そういう最新世代のゲーム機のエンジンをね、やっぱしっかりと使ってくれそうな気がするので、ああ、楽しみですね。はあ、というわけで、よかったらグッドボタンぜひよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。You'd show me your heart. Let down our guards. Think with our hearts. Stare at the stars. We were never apart. Drinking too young. Way too much fun. Out in the sun. Or been when it's gone. Took you to prom. Dance to our song. Dance all night long till the lights come on.